デメ裏に聞きたい。模型パドック YouTube チャンネルメンバーシップ開始しました。メンバーになるとオリジナルのバッジの表示や絵文字がコメントやチャットで使えるようになります。メンバーシップレベルは月額の異なる3種類をご用意。その他の特典も随時増やしていきたいと思っておりますので、応援のほどよろしくお願いします。はい、デメ裏に聞きたいコーナーということで、今日もピシッパシッと熱く語っていきたいと思います。専門家のデメさん、よろしくお願いします。はいね、今15時51分まあ普通ぐらいかな。まあ普通ぐらいですかね。今5本目ってことです。まあその前にね、いろいろ撮ってますけど、はい、5本前からね、3本4本ぐらい撮ったんですかね。はい、ということで、ちょっと頑張って回していきたいと思いますけど、ね、少なくともあと10本はあるわけですね。そうですね、うん、少なくとも、はい、ということでね、このコーナー、皆様からのお悩みご質問に答えるコーナーとなっております。今返答期間が1ヶ月から2ヶ月ぐらいでちょっと伸びておりますが、ぜひこの機会に皆様のお悩みご質問じゃんじゃんパリパリ大募集中でございます。投げかけていただけたらなと思っております。さて、今回は YouTube 動画東京丸井を基準とする海外メーカーの評価はデメ裏に聞きたいコーナーへのコメントでございます。トドさんからのコメントありがとうございます。いつも楽しくためになるお話ありがとうございます。いえいえ、今回の丸井製品と海外製品の評価の動画を見てお聞きしたいことがあります。国産メーカーで丸井と KC で出ている電動化の違いや特徴などを教えていただけないでしょうか。以前 KC の最初の ERG の M4 系持っていたのですが、ホップパッキンを丸井に交換して普通に使えてました。今は双方もメーカーの電動ガンはどう違うか気になったので、よろしくお願いいたします。推進、最近フルサイズのアサルトライフル電動ガン新商品見なくなったな。はい。デデさん専門家ですからね、出てたよね、出てたよね、っていうレベルだけど全然わかんない。KC の電動ガン全然わかんない。ありましたね。だって、文句言っていい？オブラートが今入ったの、ね、直すためには、アフターパーツってのが必要なんですよ、ね、そのアフターパーツをやっぱ僕らは頼むわけだったりするわけですよ、ありません、って言われてるような商品、扱いますか？壊れました、あ、じゃあ送りますか、いや今ちょっとって、あの直せたら直してもらっていいですか、あ、分かりました、開けてみます、パーツ頼みます、互換がないんですよ、うちのカスタムパーツ、じゃあちょっとパーツ頼んでみます、ありません、半年経ちました、ありません、もう生産してません、やりますか、そんなものを僕ら売っていいんですか、もう一番はそのアフター能力ですよね、あの違いはもう そこの、まあ、全部が全部送って、販売して何かトラブった、じゃあパーツないから我慢してください、壊れたらしょうがないですねとも僕らもやっぱ言えなかったりとか、なんかの内部メーカーが違ったりプリント基板だったりとか、そういうのが入ってるとか言われても、なかなか、あと分解する機会ない、母数が少ないんですよ、まずいっぱいやる前にいっぱい買ってもらえてないんだと思うんですよ、多分丸いの電動ガンだったらもう最低でも1日1丁は売れるわけじゃないですか、この店でもね、まあ何かしら、ただその選択肢に KC の入ってないんだと思うんですよね、言い方きついですけど、そうするとメーカーさんも作るための、ね、余力のものを、もちろんこれが売れるって決まったらもちろん大量生産するんでしょうけど、この分野って丸井さんがすごい確立してから決死さんで作ったんですよね、電動ガンも、まあそうですね、だから入り込む余地がほぼなかったっていうのも一つあると思うんですよね。そこの、需要をしっかり取れなかったのもあるから、
そうするとメーカーさんとしてもいやこっちの路線はやっぱ厳しいのかなってなってくるから、ラインナップもどんどんなくなってきたり、生産しなければアフターパーツだけ生産ってなかなかないと思うんですよね。生産の時に同時に多めに作っておいてそれがアフターパーツにしようとかって考えるんですけど、うん、それがなかなかうまく回らないんじゃないのかなと。かなりオブラートに包んでますけど、うん、つまりそういうことだと思うんですよ、一番の違いは。だからその例えばね、トドさんがねもう年間3000兆買うよって言ったらなかなかですけどね多分作ると思うんですよ。年間3000兆、 KC さんからね、 KC さん、それはあの安定して作っても売り場があるから問題ないんですけど、でトドさんが年間に僕は1兆持っててもいいかなっていう感じだと、他の需要の人たちが、じゃあ他の人たちがじゃあスタートは KC だってみんななれば、 KC さんもバンバン作っていくと思うんですよね。もちろんこれやっぱりこうそのガスブローバックで例えると丸井さんの方が後発なんですよ、入ってきたの、うん、後発だったけどやっぱりこうノウハウですよね、パッキンの一つのノウハウでもすごく持ってるので、よく飛んでよく動くものを作っていくと逆転したわけですよね、今度 KC さんとの、うん、でモデルアップの仕方がよりリアルだったのが KC さんの方が、ガタが少ないとかタイトルに作られてたんですけど、逆に丸井さんの動かすっていう打つ楽しみをメインでって考えたら使い勝手が良かったんですよね。こうホップの調整もしやすかったりとか、特殊な器具もいらなかったりとかしたので、だからそういう万人受けするものを作るのは丸井さんがやっぱすげえうまいですね。初めての人にも勧めやすくて、玄人もうなるぐらいの精度が出ると。で KC さんのはどうかというと、モデルアップのラインナップが面白いところがトカレフとかマカロフとかもあったりとか、この M4 っていうのはやっぱ難しいと思います。 M4 系は海外もあるし日本ももちろんあるし、で丸井さんの M4 も面白くないって言われてるぐらいなんですね。あのまあ僕らもねつい言ってしまいますからね、また M4 って、はいはいもう全部 あの形を見たら M4 ね、M4 ねっていうあな、いや名前違うの、あでも M4 でしょっていう、だからそういうぐらいに、まあ、KC さんが出した頃でもやっぱりあ M4 っていう感覚はあったし、ね、感じだったね、うん、で最近だと僕らが思うのが、あ ARP の系列系ねって、556の長さねっていう風にもなりつつあります、うん、だからレングスの長さの面白みがちょっと減ってますよね。同じ長さがみんな売れるものを作ってるので、だからそこの中の選択肢にはいいけど、じゃあちょっと違うレングスの長いものが出てきたりしたら僕らはそっちの方がちょっと面白いなって、 M4 でもそうなってるっていうぐらいですから。なあ最初はね M4 でとりあえず作っていろいろ技術をこう磨いてって他のものとは思ってたのかもしれないですけど ね、 KC ね、そうですね、まあそのまあまあどっちかっていうとやっぱり電動ガンっていうよりも、ね、ハンドガン系の方が強いイメージですからね、うん、今だとね CO2 も参入してあの MK23 とか来たりとか、はい、そっちの方が分野として面白いのかなとは思いますけどね、うん、まあ各メーカーさんねそれぞれのやっぱ得意不得意みたいなのはあって当たり前だし、うん そうだね、そこを活かしてくれた方がユーザーさんとしても、うん、そうだね伸びる長所の部分、ね、まあ、たまにねなんか違う分野これ来ましたみたいな、たまにね姫路城とか煙にいた、やめなさい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 モスラとか言わないやめなさいのとかね、全然こけたでしょ、たまに行くとこけってなる時と、あれは面白かったけど売れなかったねっていうのもあるから、面白いだけじゃ売れねえんだよ面白さと実現やっぱないと、丸井さんだってそうなんだから、そうだ、他のメーカーさんだってそれはいろいろ挑戦するわけよ、うちでいう間違い仕入れみたいなもんですよね、そうそうそう、これ売れると思ったけど、うん、あれっていうのが、あとあれだね、アルシャン企画会議室とかもそうだよ、ね、ああそうだ、ね、あれもね本当の企画会議室は喧嘩しながらね、うん、俺がやってくれっつってんだからやってくれよって言ってたのに、やるっすとか言ってる人もいるし、でもね一応やるってなったらさ、もう一生懸命砂浜走ってんだから
何の需要もなかったですよね、やっぱね。誰も来ないですよ、こんなことやったってね。そうそう、いいんだよって言ってたけど、本当にいいんですねって言ってやったんだから。だから予定通りだったじゃないですか。誰も来なくてもいいんですねって。だからもうね、社員はおもちゃじゃないんだから。そこは、うん、でもそういうこともチャレンジがね、大切よ。チャレンジじゃない、チャレンジしないと先がないのは分かるんですけど、いらんチャレンジはしない方がいい。分かんないとき五分五分はやればいい。そこは難しいです。91だったらやっちゃダメ。それは分かんないですから。それは分かんない、チャレンジって。これは正直ちょっと目があるなと思いましたもん、動画のこれはね。あ、ここね、これは、これはね、はい、そうじゃない動画の企画とかは、あ、終わったなこれはってのももう何個かあります。だから失敗することもあるじゃないですか。で、失敗が多すぎるとそれだけコストもかかるわけでね。失敗は成功のもととも言いますから。そうそうそう、まあ、そこ難しいバランス。失敗ばっかりしてたらね、それはダメになっちゃいますよ。ダメになっちゃう、うん、そう、世知辛いけどそうなんですよ。ある程度こう賞賛のあるものもね、そう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 、確実にも抑えていかなくちゃいけないし、ここはちょっと攻めといた方がいいかって、うん、わっちゃっていろいろありますから、うん、5割ですな、少なくとも5割。警視さんも頑張ってもらって、いや、もちろんそうですよね。はい、僕らは頑張って売らせていただきますので、ぜひぜひ面白いもの、部品頑張ってって、そう、あのアフターとかそういうのを言っていただければと思いますので。はい、ということで参考にしていただければと思います。ありがとうございます。デメ裏に聞きたいコーナー、トークテーマ募集中です。デメちゃん、裏方さんに聞いてみたい話、語ってほしい話、エアガン、サバゲー、カスタム、装備品、その他の悩み、尋問、何でも OK。 デメ裏が動画にてザックバランに答えます。投稿方法は YouTube コメント欄かホームからエントリー。皆様からのご投稿お待ちしております。